近畿日本鉄道近畿日本鉄道の車両形式シリーズ21第41回ローレル賞受賞車両カテゴリーテンプレートシリーズ21は近畿日本鉄道の次世代一般車両として2000年以降に製造した通勤系電車。人に優しい、地球に優しいとコストダウンをコンセプトに開発された。 3220K5820K5820K9020K9020K9820K6820K7020K 楽楽コーナー 3220K 現在は一般塗装シングルアーム式パンタグラフとなっている阪神線で主運転中の 9020K9820K 阪神直通対応車は 運転台側の窓の下と乗務員室入り口ドアの横に相互直通対応車を示す蝶をあしらったマークがついている。半神直通車両に重複されたロゴマーク近鉄の一般車両は1986年に登場した6 4 0 0系で確立された VVVF インバータ制御装置に全面貫通型アルミニウム合金製車体を基本と する設計で1998年まで製造され、その居住制や1981年に登場した、堺地直派制御車の8 8 1 0系で、確立されて1997年登場の5 8 0 0系まで継承されていた斬新な車体デザインは、利用者やファンの間で好評を博していたが、2000年代を迎えるにあたって、一般車両のフルモデルチェンジを行うことになった。 設計の基本方針としては以下の5項目が掲げられた。この設計方針を踏襲した車両は21世紀における理想像を目指した近鉄一般車両の標準型としてシリーズ21と総称された。第一陣として製造された3220系は2000年3月15日に近鉄奈良線、南波線、京都線、柏原線、天理線及び 京都線と直通運転を行う京都市営地下鉄、カラスマ線で営業運転を開始した。以後、5 8 2 0系9 0 2 0系9 8 2 0系といった系列が幅広い線区で導入され、南大阪線には6 8 2 0系が導入された。ただし、工術の通り阪神電気鉄道との相互、直通運転を行うため、 奈良線系等に大部分が投入されており、2017年4月時点では、名古屋線区には一編成も導入されていない。軽半な線の開業の際に導入された7020系は、車体構造や台車設計こそ、全くの別設計であるが、内装や座席構造などが、シリーズ21に準じた設計で、主要機器もシリーズ21とほぼ同じである。ただし、 近鉄では本形式はシリーズ21の1形式として扱われていない。これらの形式は下2桁を20とし、番号は21からスタートしている。なお、2017年時点では9020系及び6820系が2両編成で、3220系、5820系、9820系はすべて6両編成で導入されている。 シリーズ21として2000年グッドデザイン賞、2001年鉄道優のカイローレル賞受賞。5820系は5800系に続き、L、シーカーとしては2台続けてのローレル賞受賞となっている。なお、製造は2008年を最後に途絶えており、これ以降2021年現在まで10年以上に、渡り、近鉄では、通勤型車両の製造が停滞している。 車体材質は 7020K を除いてアルミニウムダブルスキン構造を採用しており、車体の塗装は1986年の 3200K 以降で採用されていたシルキーホワイトにマルーンレッドのツートンカラーから、車体上部をアースブラウン、車体下部をクリスタルホワイトのツートンカラーにサンフラワーイエローの帯を巻いたシリーズ21専用色となり、車体全面は ブラックフェイスとなった。車体前面部の行き先案内表示器と車両編成番号は車体洗浄時を考慮して大型ガラスの中に収めており、全面側面ともに種別表示は従来からの膜式表示器、行き先表示に LED 式表示器を採用している。この他にも全車両が製造時から連結部に転落防止ホルを標準装備している。 内装面では5 8 0 0系で採用された明るいグレーを基調とした内装材を一部改良の上で本格採用し車内空間に落ち着きを持たせた。上空扉の窓ガラスには服装ガラスを採用し車内の保温性を高め扉間の側窓には固定式で大型1枚のものを採用したほか高さを3段階とした吊り革や扉間の6人掛けのバケットシートを採用した。 また、5820系の車端部、及び7020系以外では、戸袋部分の一人掛け優先座席が、楽々、コーナーとされ、両側に肘掛けが設置されている。これらの座席はすべて、赤系を基調としたモケットで、製造メーカーは、ロングシートが、墨江工業製、デュアルシートが、天竜工業製となっている。座席定員は従来車では、扉間7人掛け、 車単部5人掛けとされていたものを、長さはほぼそのままで6人掛けまたは4人掛けと変更された。一人当たりの座席幅も4 3 0ト、mm、ルから4 8 5ト、mm、ルと従来よりも格段に広くなった反面、座席定員は1行あたり10から18名減となった。移動制約者対応として、各車両1箇所に車椅子スペースを整備し、通常割リーツ席スペースにも、 使用可能なように背もたれ用のパーチが取り付けられている。走行機器は5 8 0 0系までの GTO VVVF インバータ制御車両で確立された各部仕様を概ね踏襲し1 6 4 0 0系で初採用されたイベット素子を本格採用している。従前の近鉄では同一仕様の手電動機を搭載しても制御装置のメーカーで 車両形式を分けることがあったが、シリーズ21では特に区別しておらず、同一形式に三菱電機製と日立製作所製の制御装置が混在する。台車は22000系以降の近鉄車両では、一般的な積層ゴムブッシュ片側軸箱指示式のボルスタレス台車を標準としている。制動方式は電気指令式ブレーキを採用しており、二百二十系以外は、 電磁直通ブレーキ式の従来車と連結可能とするため、ブレーキ指令読み替え装置を装備している。終電装置は編成単位で、下枠交差式とシングルアーム式が混在しており、3220系のも3220系、9020系、6820系はパンタグラフを2機搭載する。シングルアーム式の配置は、の配置とされ、 22600系以降の特急系電車にも踏襲された。なら、京都線用の5820系、9020系、9820系については、阪神電鉄直通運転対応工事を行い、同車用の ATS と列車種類選別装置の取り付けを完了した。これにより、狂気用の6820系以外の形式は、他車線に乗り入れることとなった。 2021年4月時点での運用線区は以下の通り。2021年時点では、名古屋線系統の路線には定期営業運転での入線実績はないが、大阪専用の5820系と9020系は団体運用で島線に入線することがあり、名古屋線を置いても試験走行や名古屋総活部の乗務員が白塚列車区において、 ハンドル訓練を行うことがあり、その際に白塚駅まで入線することがある。夜、回送列車及び2003年4月に開催された近鉄鉄道祭りでの展示車両として5820、計5852回が潮浜駅まで入線したことがある。ありがとうございます。